さ着きました。八尾南駅、うん、ここは地上駅なんですよね。高架でもないんですね。地上なんですね。これがめちゃくちゃ珍しいですよね。あの藤ヶ丘とかみたいに高架化してあるところはね、何個かありますけど、平坦になる。奥に車両基地があってっていう感じですね。で、缶詰ターミナルは反対側だ。どこだ？ターミナルは奥か。ああ、ありますね、ありますね。よいしょ。あったあったあった。またこれも反対側に行っちゃいましたからね。ここが端っこなんだ。いやー、やっと明るいところで撮れましたね。とか、まあ、地下鉄でやるときはね、どうしても明るいところで撮れないのがね、あれですけど。ターミナル。あー、とかだ。こんな感じで。ずらずらずらと車両基地になってますね。なるほどな。乗ってきたのはこいつですね。で、奥のそこ抜けた向こう側に飛行場とかがあるみたいはずなんですけど、まあ外一回外出ますか。あそこにあるね。そう、飛行場とかがある方なんで、この前言った近鉄八尾とかね、JR 八尾のあたりの、あの市街地のあたりとは、行きが到着します。危険ですので、黄色い展示ブロックの後ろまでお下がりください。したら入れ替えていくのかな。あ、どうか。バよいしょ、通った。で、こっち側に市街地でもないのかな、規模がいろいろあるから、ミキハウスが目の前にドーンとあるのかな、これ。あ、一とこがミキハウスか。で、いろいろとステーション、プラザ、八尾南。複合施設ですね。溶接とかも入ってるところだから、でこっち側にあってて、こっちの反対側が確か飛行場。あ、空港はもっと奥の方なんだ。なるほどな。で、渡ったところに駐輪場とかが一応あるみたいですけど、こっち側は確か。まあ、そんなに、なんもない感じなんかな。これでまあ、あれやけど、これ、セブンイレブンの ATM の真横にローソンがあったら、もう面白いよね。で、駅、南側ロータリー前。近鉄の山の方にはバスが出てるんですね。よし。だけど、これは、もう大阪の市営バスの範囲やないもんね。近鉄バスかなんかだから。そうですね、近鉄バスですね。なんで、このね、やつでは乗れないし、まあ、そっちの方行ってしまうと、あとあとまた大変なんで。なるほどな。ちらっと駅前を見てみて。とっとと戻ってきましょう。まあ、でかいな。ミキハウスがでかい。車両基地がでかい。そして、空港がある。空港まで行ってるとあれだから。なるほどな、こんな感じ。で、あ、ここでも駅舎でかいんですね。へぇ、立派な駅舎なんだ。
そう、釧路基地があるから、いろいろと駅事務所も兼ねてるんでしょうね。なるほどな。とはいえ、それほどじっくりと見るところもあれですし、実はここ駅がね、ちょっとだいぶ離れてるはずなんで、まあ一応八尾にやってきた。これで八尾は主要駅を全部押さえたのか。近鉄八尾、JR 八尾も来ましたもんね。ああ。まあ、まだ先いろいろありますからね。まあ、ここはちょっとちらっと寄っただけで、すぐに戻っていきたいと思います。次は、もう乗り換え多分映さねえかな。なんだっけ、中本の方行きゃいいのか。ああ。なんかね、反対側もちらっと見とくか。中本方面に、時間は特になんもない。特にな。まあ、ただ、あんだけでかい企業はいろいろとあるんで、通勤需要とかそういうのはですね、しっかりとあるでしょうね。大阪方面から出てくる人も多いでしょうし。住宅街はもうちょっと北の方になるのかな、こっちの方にはあるのかな。学校来るみたいだけどね。そうですね。広域避難場所、八尾空港ってなってますよね。空港ここから見えるのかな。そこはちょっとなんか、ひどいな、車両基地。すごいですね。見える車両基地で、奥に空港があるけど、ちょっとこっからじゃわからんか。あの奥に空港が。ああ、なるほどな。うん。まあちょっと、先を急ぎましょうか。なるほどね。だから、いや、おなめ。確かに。確かに。だだっぴろい人たちが、困ってますもんね。なるほどな。ここは、指定しそう。逆に言うと、押してならいいんや。へぇスロープか、あったっけ、わかんない。なんか駐輪場が近いでかいのが出たか。こっちがないのかな。うん、まあいいや。まあ、熱さの頻繁に来ますし。とりあえず、乗り換えていきましょう。次は、中文字は、御堂筋線か。御堂筋線は、どっちだろう。どっちだろう、中本線。これだとすぐ下に行けそうですけど、ちょっと距離はあるみたいですからね。ちょっとどこじゃないな。さすがに歩いては無理っぽいんで。通常だと天王寺乗り換えだけど、なんか、どこだっけ。海の里とかっていうところら辺でもなんか乗り換えができそうなんで、ちょっとそっちの方から行ってみようかな。よっしゃ。